中に入ってイーラー、二見からの長いフィード、ここはドーグラスターゲット、そして滝シュート、強烈なゴールが決まりました。1点返した清水エスパルス。このフィードからドーグラス落として、そして迷わず振り抜きました。素晴らしい。今立田でしたかね、長いボールをスペースにね、ドーグラスのスペースに放り込んであげて、で、はい、それを後ろにそら